腕の振るいがいがありますね。ご教授願いますの。限界ですよ。僕はただ彼女たちの可能性を試したいだけさ。うん、ご注文はいかがなさいますか。アフタヌーンティーであります。3番テーブルにお願いしますね。オートマタには清掃以外にも役目があります。私、歌で黒猫亭を盛り立てたいんです。私たち人形にとって何より辛いのは役目をなくすことよ。戦争で貧しくなったのは人の心じゃないかと思うんだ。戦闘行動開始せよ。あなた何者ですか。転送はもう終わったんです。だが人形を道具だと軽んじる輩からはまだ多いぞ。私は食われてしまいたかった。時間の無駄であります。